こんにちは、柴田です。今日は卓録の音作りでストレスを軽減するアイテムをご紹介させていただきます。結構ね、皆さんもそうだと思うんですけれども、卓録の音作りって結構大変で、なかなかのストレスがかかりませんか？こうスタジオ行ってアンプ通して鳴らすと非常にいい音が鳴ってるのに、その設定のままオーディオインターフェースつなぐと全然いい音にならないと、こういった経験は皆さんもあるかと思います。今日はそれを解決してくれるアイテムをご紹介させていただきます。僕もですね、結構マルチエフェクター持ってるので、いろんなマルチエフェクターのアンプモデリングであったりとか、歪みであったり、キャビネットシミュレーターであったりというところをですね、試してきたんですけれども、今回ご紹介するこれが一番ストレスが軽減されました。そのアイテムとはこちら、パルマーの PDI-09 になります。スピーカーシミュレーターになりますね。これを買ってからですね、僕は本当卓録の音作りでストレスかかることが非常に減りました。これはですね、もう電源もないんですよ。電源もないんで、ただ本当にマルチエフェクターから挿して、でこれをオーディオインターフェースに挿すというだけなんですけれども、これかますだけで音が全然変わります。操作も非常に簡単で、つまみが2つ、スイッチが2つあって、それが3ウェイになってるんですね。ただそれだけです。シンプルイズベストな感じなんですけれども、これで本当にストレスが軽減されます。で今回はですね、このボスの ME70 を使ってパルマーの PDI-09 をつないだ場合とつないでない場合の音をこれから聞いていただきます。では早速聞いていただきます。まずはですね、 PDI-09 なし、パルマーなしで聞いてみましょう。感じでですね、やはり卓録感が否めないというか、このビジビジ感がどうしても出ちゃうんですよね。では今度パルマつけて聞いてみましょう。という感じでスピーカーから鳴っているような感じの音になります。やっぱ全然違いますよね。どうしてもね、ちょっと距離感が近くなりすぎる、ライン取りっていうのは近くなりすぎてビジビジビジっていう音が前に出ちゃうんですけれども、ちゃんと距離感もあって空気感もあってスピーカーから音が出てるような感じに仕上げてくれます。ではもうワンフレーズ聞いていただきましょうかね。まずはパルマーなしで。やはりですね、ちょっとビジビジした感じがありますよね。では今度パルマーをつないで聞いてみましょう。
という感じで大きな差があります。これを一つかますだけでここまで音が変わってくるんで、これ一つつけるだけでこんなに音が変わってきます。しかも電源もいらないのにこんなに変わってくるっていうのは本当にすごいなと思いますね。今回ですね、動画を作るにあたっていろんなマルチエフェクターで試してきたんですけれども、どのマルチエフェクターでもしっかりとした音を出してくれます。なので高価なマルチエフェクターじゃなくてもこれさえあれば本当にいい音で卓録ができると思いますので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。パルマー PDI-09 です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。